はいどうも、タクタクです。本日はビネガーを倒したということで、トレジャーボックスを10個、つまり1ケースですね、開封していきたいと思います。今回の僕の一番の狙いはこのシークレットとグレートレアのクランクリスタルソード、これを狙いたいと思います。ちょっと待って、今開けたらこれわかる？これだけなんか向きが違ったんだけど、これなんか意味があるのかな、まあ、ちょっと気になるんで、この向きの違うやつだけちょっと開けてみますか。せーの、じゃん。あ、多い意味ありげだったんだけど、プチレアのスコーピオンが当たるっていうね。なんなんだよ。もうちょっとよく分かんなかったんですけどね。この順番で、下から順番に開けていくことにしましょうか。はい、こっち側から順番に開けていきます。さあ、2個目いきます。せーの、ドン。お、やった。グレートレアのピノキオ 3.0 が当たりました。でも待って、グレートレア出たということは出ない可能性も今後あるということ、怖っ。3箱目、せーの、ドン。お、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 来たんじゃないこれ。え、待って、何これ。ちょっと名前がわかんないんで調べてきたんですけど、これがシークレットレアのクリスタルソード Z ということらしいですね。やったぜ、なんとかシークレットをゲットできたぜ。目標半分達成しましたね。じゃああとはクランクリスタルソード頼む。いや、入ってないかもしんないないきます、せーの、ドン。あー、ドン。あー、持ってる。ちょっと待って、俺この組み合わせどっかで見たことあるんだよね。チャップとマヨネ、これなんかハリセンだった気がする。せーの、ドン。お、違った。あ、勘違いしてた。ドン。くーじゃん。あー、ドン。おー、ペンギンナイト。ドン。お、持ってない。いや、今回すごい。こっち側は全部スナック、こっち側は全部ジャラっていう感じで固まってましたね。いや、全く違うパターンもあるんですよ。わかんないね、うん、どっちがどっちってのはちょっとね、ランダムで入ってる場合もあれば寄ってる場合もある。ちょっと不思議ですね。はい、というわけで全部開封していきましたが、狙い通りシークレットをゲットしました。これが当たっただけでもかなりでかいですね。クランクリスタルソード、あとはクランクリスタルソードだけ欲しいんだけどね。このこっちもグレートレアのピノキオ 3.0 を出すので、誰か交換してください。その条件が嫌だっていうのなら、俺のダブってるスナックとジャラ足しても交換するので、誰か交換希望な人コメントでください。札幌に住んでるんですけど、もしかしたらね、会える機会があったら交換希望です。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。今後もスナックワールドを楽しんでいきたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は、画面の下にあるおすすめ動画か、続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人は、チャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。